ペータースハーゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、デトモルト行政管区のミニイコールリベッケ軍に位置する、市である。この町は、キュアムとペータースハーゲンと、キュアムとビントハイムーラーベトが合併して成立した計29地区からなる、市である。民伝の北のベーザー川沿い、ノルトベストファーレン州の最も北東部に位置する。 町の中心部は、ベーザー側の両岸で向かい合う、ペータースハーゲン地区とラーデ地区からなる。この市は、軍及び、州の最も北東に位置する。ペータースハーゲンは、ラーデンに次いで、州内で2番目に北に位置する都市である。ペータースハーゲンは、比較的平凡な北ドイツ定地のベーザー側の、両岸に位置する。この町はポルタ・ベストファーリカと並んでベーザー・カワウガンに、 広い土地を持つノルトベストファーレン州では数少ない自治体の一つである。市内に目立った流域はなく、ほとんどの地区が海抜40から50メートルに位置している。ベーザー川が南から北に蛇行しながら市内を貫いて流れる。ベーザー川沿いの地域、特にヘーフェルン地区やビントハイム地区には数多くの湖や池が点在している。 ベーレン地区とラーデ地区との間には、ベーザー川の東側に蛇行を、ショートカットする、ロック式運河が設けられている。また、シュリュッセルブルク付近のベーザー川西岸にも、同様の運河があり、ベーザー水運路をかなり短縮している。ベーザー川のこの区間周辺には、自然環境上、ミッテルベーザータール地方に含まれる。市内を流れる、主なベーザー川の支流には、 アウエ川、エスパー川、ロットバッハ川、ゲーレ川がある。最寄りの大都市としては、ビーレフェルト、オスナブリュック、ハノーファーがある。地域面積は、約211平方キロメートルである。これは、軍内で最大であり、州内でも広い市町村の一つに数えられる。その広さは、例えば、マインタウヌス郡よりも、わずかに小さいだけである。南北軸の長さは、 最大2 3トル東西軸のそれは2 1トルである。市内の最高地点は、ノイエンクニック地区のルーゼブリックで海抜7 9 1ル最低地点は、バッサーシュトラーセ地区のベーザー川沿い最も北の部分で、海抜2 7ルである。地域の3、4は、農業に利用されている。民イコールリュベッケ郡北部全域がそうであるような。 ひなびた、土地柄である。住宅、交通用地の割合は、州や、軍の平均と比較して極めて低い。水域面積は、ベーザー川や運河、川沿いの多くの湖によって比較的大きな割合を占める。森林は、ミンデンラーフェンスベルク周辺は、どこでもそうだが、農業利用が進んでいるため、州平均よりも低い。 中核地区南のハイスターホルツ森林地区や市西部の広さ約750ヘクタールの民伝の森の他にはまとまった森林地域はほとんどない。市の東の境界はこの地方最大の森林である広さ4000ヘクタールのシャウムブルクの森に接している。この森の張り出し部がペータースハーゲン市内に幾分入り込んでいる箇所がある。 土地利用の概要を以下の表に示す。出典、LDS ・ペータースハーゲンは8つの市町村と境を接する。以下に、南から時計回りに列記する。距離は、ペータースハーゲンの中核地区から、各市町村中心部までの道路距離である。民伝、ヒレ、ザムトゲマインデウフテ、シュトルツナウ、ザムトゲマインデランデスベルゲンに属す。レーゼ、レーロックムのロックムシ ザムトゲマインデ・ニーデルンベーレン、ビュッケブルク・ペータースハーゲン市は29の市区からなる。ペータースハーゲンの気候は、中央ヨーロッパの太陽性気候と大陸性気候の、変わり目にあたる地方に位置することや、北ドイツ低地のベーザー渓谷に位置することにより、決定づけられている。この地域は主に海洋性気候でありながら、時折大陸性気候の影響が現れる。冬は、 大西洋の影響で穏やかで、夏は暑すぎることはない。降水量は比較的安定している。主に西風や南西の風が吹き、降水をもたらす。年間平均気温は、摂氏9.5度。年間降水量は650ミ、mm、リメートルから700ミリメートル程度である。これにより、ペータースハーゲンは、ベストファーレント部の暖かく乾燥した地域に分類されている。 ペータースハーゲンに人が住んだ最初の痕跡は旧石器時代、青銅器時代や鉄器時代に遡る。ケルスカー人はキリスト生誕の頃にペータースハーゲン周辺に定住し始めた。その後、ザクセン人入植者が最初の集落を造営した。784年にカール大帝は洪水のためにベーザー川を渡ることができなかった。 これに関連してこの村は、ハカルビという名前で、初めて文献に記録された。1647年のペータースハーゲンを描いた、版画その後、この村は、ホカリーブと呼ばれた。1306年に、民伝司教ゴッドフリート・フォンバルデックはここに城塞を、築いた。この鳥では、司教の守護聖人にちなんで、聖ペテロの名を冠して、ピーター・シェジョンと呼ばれ、 これが後に村の名として使われるようになった。1545年から1547年にかけて、この鳥はベーザー・アルネサンス建築のマイスター、イエルク・ウンカイアーによって上官へと拡張された。1608年から1611年にクリスティアン・フォン・ブラウンシュバイク・リューネーブルクはこの上官をさらに改築した。 1648年のベスト・ファーレン条約により、民伝子教領は、ブランデンブルク領となった。城には1669年までブランデンブルクの成長が置かれていた。1649年から1659年まで、この城は、ブランデンブルクの大干渉となった。この地域は、1810年に、 アムト・ペータース・ハーゲンとアムト・シュリュッセルブルクに分割された。ベーザー川の左岸側はフランス帝国領となり、右岸側はベスト・ファーレン王国のビント・ハイム軍とされた。1970年、ペータース・ハーゲンにベーザー川の橋が架けられた。現在の地域は1973年1月1日の市町村新設で、 それまで独立していたアムト・ペータースハーゲンと、アムト・ビント・ハイムツー・ラーデントから形成された。ベーザー・川左岸のペータースハーゲン地区にあった駅は、民電ウフテ線の廃止に伴って、営業を停止し、路線撤廃と共に解体されて、対岸のラーデ地区の駅だけが残った。シュリュッセルブルクの教会民伝司教領が、プロテスタントの教義を受け入れ、 その後1648年に世俗化されて、プロテスタントの領主である、プイセ占領となって、以後、住民は、ほぼ完全にルター派の信者となった。ただし、第二次世界大戦後には、国内の人口移動、東欧からの移住者、南欧からの出稼ぎ労働者らによって、宗教分布にわずかながら変化が生じた。宗教分布の間接的な値として、 ペータースハーゲンの学童、生徒の宗教分布を示す。77%がプロテスタント、5%がカトリック、1%がイスラム教、8%がその他の宗教の信者であった。無宗教は10%であった。市長はディーター・ブルームで2009年からこの職にある。ペータースハーゲンの歴代市長を歴史する。 ペータースハーゲンの市議会は32議席からなる。ペータースハーゲン氏は、1974年3月29日の、デトモルト行政官区長官の文書により、紋章の使用権を許可された。図柄、赤字。銀の波立つ基部の上に、銀の端。その上に2本の銀の鍵が歯を互いに外に向けて、交差する形で配されている。 聖ペテロの鍵と赤銀の配色は何世紀もの間ペータースハーゲンが属していた民伝光お及びその前身である民伝子香料を表している。鍵はこの地方の紋章に多く使われている衣装であり、ペータースハーゲンやシュリュッセルブルクの古い紋章にも使われていた。橋と川は この町がベーザー川の両岸に位置し、両岸の集落を結びつけていることを象徴している。ペータースハーゲン城見どころは、ペータースハーゲン城と、旧市街、様々な風車や、自然豊かな郊外などである。夏には、ペータースハーゲンや、ベーザー川沿いの集落で、コウノトリが巣を作る。ベーザー自転車道やミューレンルートに従った、サイクリングツアーは、 ペータースハーゲンを経由する。また、各区に11機の風車がある。ペータースハーゲンの旧シナゴーグは、情報、文書センターとなっている。ここにはこの町やその周辺地域における、ユダヤ人の歴史が再現され、その生活を知ることができる。ハイムゼン郷土、日清寮博物館では、ミッテルベーザー地方で行われていた日清寮と、人々の暮らしが展示されている。 LWL 産業博物館の一つであるゲルンハイムグラスヒュッテはゲルンハイムの古いガラス工場の建物を転用している。ここでは1826年に建造されたグラスヒュッテ等カゴ細工職人の作業場やその他の建物を見ることができる。ビントハイム地区のベストファーレンコの鳥博物館は300年前の古い建物の中で ノルトベスト・ファーレン最後の芝シ公営装置の保護について展示している。シュリュッセル倉庫街には26棟の倉庫、ナヤがある。最も古いものは17世紀に建てられた。ペータースハーゲンには劇団がない。地元のギムナジウムの劇団 AG が毎年公演を行っている。この他には、バート・エーンハウゼンの GOP ・バリエテ、デトモルト州立劇場、 ビーレフェルト私立劇場まで出かけなければならない。ペータースハーゲンは私立音楽学校を運営している。約400人の生徒がここで学んでいる。4歳からの幼児向けに音楽早期教育コース、6歳からの子供向け音楽基礎教育コースがある。また、様々な楽器によるアンサンブルがある。ペータースハーゲン場の周囲には、 古木がある広さ1.5ヘクタールの私的な庭園がある。これは上巻ホテルの所有物である。シュリュッセルブルク地区からペータースハーゲン地区までの間のベーザー川沿いには多くの自然保護地区があり、その一部は国際的にも重要なものである。広さ約3000ヘクタールの EU 潮類保護区ベーザー上では多くの渡り鳥や水鳥が一時的に滞在あるいは 越冬する。ノルトホルツ自然保護地区には、ミニコールリュベッケ生物学ステーションが設けられ、1980年代から運用されている。ここでは、樹木や、干木の植林や、ブラウンフィールドについて知ることができる。ここでは吉原、杉原が育ち、青いとトンボの生息地となっている。ペータースハーゲンのスポーツ活動は、市内に約60ある。 スポーツクラブが担っている。15のスポーツグラウンドや体育館がその活動場所である。スポーツ射撃も人気で多くの射撃場がある。また多くのテニスコート、2つの屋内乗馬施設、ラーデン屋外プールがスポーツ活動を充実させている。スポーツクラブの多くはスポーツ連盟を組織している。有名なのは HSG 視点マー。 フリーデバルデである。ペータースハーゲンラーデ駅鉄道ペータースハーゲンは、ラーデシクにベーザーアラー鉄道ローテンブルクミンデン、1000の駅を有している。平日は2時間ごとにニーインブルク、ベーザーミンデンビーレフェルト間を運行するポルタエクスプレスが、週末にはやはり2時間間隔にローテンブルクフェルデン、ニーインブルク、ベーザーミンデン間を運行する。 ベーザー・アラー鉄道が発着する。地域バスや民電方面への列車については、オストベスト・ファーレン交通連盟のゼクサー・タリフが適用される。この他に、NRW ・タリフや、ニーダー・ザクセンチケットも使える。道路連邦道 B61 号線と B482 号線が、ベーザー側の両岸を、アルトバーン A2 号線から、北のニーンブルク。 ベーザーやブレイメンへ向かって、ペータースハーゲンを通り抜けていく。1970年代に新しい橋がベーザー川に架けられ、フェリーは廃止された。東西方向には、エスペルカンプを経由して、ボーテムに至る修道7 7 5号線が通っている。船舶、ペータースハーゲンには、ベーザー川のヨットボート用の港と古い漁港がある。ペータースハーゲンラーデを、 ベーザー側の倉庫運河が通っている。ハイデン石炭火力発電所ラーデ地区には、ハイデン石炭火力発電所がある。主な雇用主の一つに、様々な施設を有しているダイアコニシャベルクミンデンがある。ペータースハーゲンは、ローカルラジオ放送ラジオベストファーリカの、送信対象地域内にある。地元新聞は、ミンデナーターゲブラッドである。 ペータースハーゲン消防団には約750人が登録している。ペータースハーゲン図書館は約300平方メートルの敷地に2万5000点以上のメディアを収蔵している。その中には朗読を収録したメディアや CD ロムといった新しいメディアが含まれている。ペータースハーゲンには9校の基礎家庭学校、ラーで本家庭学校、 ペータースハーゲン本家庭学校、ラーデ実家学校、ペータースハーゲン私立ギムナジウム、養護学校、ビルケンカンプシューレがあり、合わせて4000人の生徒が学んでいる。基礎家庭学校は、エルダクゼン、フリーデバルデ、フリレ、ラーデ、ノイエンクニック、オーフェンシュテット、ペータースハーゲン、バッサーシュトラーセ、ビントハイムにある。エルダクゼン基礎家庭学校は、ペータースハーゲンの プロテスト協会と関連のある宗教系の学校である。フリレの基礎家庭学校の学区には、ニーダーザク選手州ビュッケブルクのカンマー集落が含まれている。この他に全住民を対象とした教育機関として、ペータースハーゲン音楽学校や、民伝、ポルタベストファーリカ、ペータースハーゲン、ヒルが目的連合を形成している民伝市民大学がある。 これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に再始直接参照してはおりません。ありがとうございます。